青井結衣、12歳。運動会の準備と男子との攻防戦に忙しい毎日。ちょっと男子！結衣ちゃん助けて！男子最低！スカートめくりとかマジガキでしょ。今時やるとかワイルドだろう。檜山が言ってたぜ。またあいつ。檜山やめてよね、男子に変なことさせるの。あと運動会の準備サボんないで。葵、俺別にやれなんて言ってねえよ。うちの親がガキん時は女子のスカートめくる猛者がいたんだって。今そんな勇者がいたらワイルドだなっつっただけだって。やっぱり元凶はあんたじゃない。何、私ショーパンだから平気だもんね。葵のパンツダメだ、触手が動かねえ。なんでって。小学6年生、恋したいし付き合ったりしたいし、でも無理。うちのクラスの男子となんて絶対無理。つか葵大人っぽいな。檜山いつも怒られてていいな。今度スカート履いてきた時めくってみようぜ。しゃしゃ、ごめん。私スカートめくられたの檜山ならよかった。なんてことを。これだから最近の若者は。だって檜山って顔よし、運動神経よし、しかも優しいし。優しい？意地悪と水でできてるようなやつじゃない。優しいなんて私みじんもされたことない。男子って好きだからいじめちゃうことあるらしいよ。好き？檜山が私を？葵、お前一生スカート履いてくんなよ。な、そんなに見たくないっての？ほら、檜山が私を好きとかあるわけないよ。足りめえだろ、お前を好きになるやつなんていねえって。お父さんいます。檜山と私の間に恋？ない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 、そんなの絶対ありえない。ここの銭湯うちなんだよ。お前こそなんだよ。お風呂壊れちゃって入りに来たんだもん。一人でか？お父さん帰り遅いし。お前んち二人暮らしだっけ？はい、子供180円。高っ。檜山、家の手伝いとか割といい子じゃない。何見てんだよ、気持ち悪いな。そっちこそ絶対見ないでね、覗かないでね。もちろんだ、初めて利害が一致したな。独り占め。あ、何これ、お客様ノート？おお、感想とか書くんだ。返事とかもある。私も書こうかな。あれ、カッチ入るし。ダメだっつってたろ。一番ブラ待てって。思い出したくなくて無になってるってとこかしら。でも手は動いているよらしいね。あ、葵さん、ちょっと話いい？やばい、私が緊張する。隣のクラスの森くんだよね。絶対告白でしょ。じゃあ返事は考えといて。告白されたのなんて私初めて。返事考えといて。急に好きとか言われてもゆい困る。困った君も素敵さ。君に乾杯。ダメよ、こんな勝手に続き作んないで。ゆいちゃんも彼氏持ちか。やばい、焦る。私付き合うって決めたわけじゃ。ずるい、とりあえず付き合っちゃえ。付き合ってるうちに好きになることもあるのよ。付き合えば恋できるのかな。
よう。別に見ねえよ。見たじゃん昨日。意図的にじゃねえよ。むしろこっちが被害者だ。何ですと？紳士的な森くんとは大違い。あ、昨日のノート私死にたいとか書いちゃったんだ。あ、お店の人すごい慰めてくれてる。じえった、これ檜山が書いてくれたんだ。でもどこの誰が書いたかわかんない言葉を真剣に考えて励ましてくれたんだ。檜山、鍵落ちてなかった？鍵ねえけど。そう、ありがとう。おい、鍵はどうした？大事なもの。形見なの。お母さんが使ってた鍵なの。待ってろ。排水溝の近くに引っかかってた。ありがとう、ありがとう。もういいって。もっとありがとうって言いたいのに、何か詰まったみたいで声出ない。俺のプリンが、もう明日の運動会力出ねえ。あげる。昨日水浸しになってまで探してくれてありがとうってことで。あ、やっぱ悪いよ。あげるよ。ダメだ、悪いから代わりにこれを。人参。人参嫌いなだけでしょ。絶対あったせびよ。またやってる。ゆいちゃん負けんな。いつもの喧嘩なのに。なんでだろう。いつもより楽しいのは。借り物競争に出場する生徒は入場口へ集まってください。檜山も借り物競争？葵も？つか同じレースかよ。葵さん。森くん、借り物出るんだ、頑張ってね。うん。返事待ってるから。うん。森くんは優しそうだし、付き合うことみんな賛成してくれてた。なのになんでいいよって言えないんだろう。鍵に書いてあるので借りてゴールしてください。タイムリー。どうしよう、森くんに走ってもらう？でもこの人に告白されちゃったって公表すんの？みんなの前で？でもし告白断ったりしたら私鬼だよね。葵、どうした？檜山。葵に告白した人、何それ、ネタじゃん。葵好きになるやつなんていねえって。いるもん、私だって告白してくれる人。みんなも付き合ったらいいって言ってくれてるし。好きだ。好き？またいつもの意地悪？檜山、女子と手をつないでる。マジで？嘘でしょ。どのクラスの子なの？ゆいちゃんじゃない？みんな見てるよ、男子にからかわれるよ。最低。ほんと最低のはずなのに嬉しくて泣きそう。ただいまのレース1位赤組、ちなみに借り物は告白してきた。さっき言ったの本気じゃねえから。葵がモテないからかわいそうで、見るに耐えなくて仕方なくしただけだから。悪かったな。気になってるやつと走れなくて。
違う、私あの人とは付き合わない。好きな人できたから。12歳、恋の始まりです。チャオコミックス12歳、大好評発売中だよ。